俺の名前は内田たけし。昔からノーが言えない性格で、子供の頃から貧乏くじを引いてきた。俺の家族は母と妹の3人家族。女で一つで俺たち兄弟を育ててくれた母は強い女性だ。そんな母を見て育ったせいか、妹は強いながらも破天荒な性格に。何かと二人から命令されることに慣れてしまった俺は、お願いをされればノーと言えない性格に。特に女性に対して。だから、あの出会いがきっかけで人生が激変するなんて、想像すらしていなかった。俺の日常を好転させたのは、思いもよらない人物だった。うちだ。あさってから博多出張だから、新幹線取っとけよ。旅行代理店に就職してから10年が経った。上司として担当に就いた小島先輩は、すぐに俺のノーと言えない性格を見抜いたのだろう。何を言われてもはいとしか言わないことに味を占めたのか、無茶な指示ばかりを出してくる。あの時代は山陽新幹線が通って3年が経ったばかりで、当時は博多まで開通したことが話題になっていた。だからこそ、直近の新幹線など予約が取れるわけがないことくらい誰もが分かっていたのだ。ああ、帰りの席が一泊で取れない場合は仕方ないからな。もう一泊するのもありかもな。帰りの切符よりも行きの切符が取れるわけがないだろうが。そんな俺のツッコミは心の中にしまっておくしかない。小島先輩が出張の話を持ってきたのは出発日の2日前。すぐにでも駅に行って切符がキャンセルになるのを待つしかない。商談先が余ってる旅館に一泊して、そこで話をすることになってるから。俺がアポ取ってやったんだ。だから相手方の資料とツアー内容をまとめた企画書はお前が作っておけよ。これは出張まで徹夜だな。うちの旅行代理店はブラックではないはずなのに、小島先輩が担当になったことで俺はブラック企業よりも厳しい仕事環境下に置かれていた。でも俺がノーと言える性格だったら違っていたかもしれない。そんなことを考えながら、俺はワープロを持って緑の窓口に向かった。本当ですか？こんなことめったにないからね、お兄さん。ラッキーだよ。ほがらかに笑いながら教えてくれた駅員さんに感謝した。最悪のケースを考えて船でのチケットも確保していたが、奇跡的に早朝新幹線に空きが出てくれたのだ。商談先の旅館のチェックインは15時過ぎで、商談はその日の夜になるため、本当は遅い時間の切符が必要だった。そのため朝6時台と出発が早いことに小島先輩に散々文句を言われたが、博多観光できることをつらつらとプレゼンして、なんとか機嫌を収めることができた。俺の営業成績が悪くないのは、小島先輩という気難しい営業先にいつもプレゼンをしているからかもしれない。お昼間近に博多に新幹線が到着した頃、会社からポケベルが鳴った。何かあったのかと公衆電話に走ると、どうやら会社に実家から連絡が入ったようだった。俺は嫌な予感がして、慌てて実家のダイヤルを回す。もしもし。もしもし、お兄ちゃん？美代子か。会社に連絡があったって聞いたけど、どうかしたのか？あのさ、ちょっとお願いがあるんだけど。妹の美代子からのちょっとお願いがあるんだけどは、子供の頃から何回も聞いてきたフレーズだ。小さなお願いから大きなお願いまで、美代子は俺に驚くような頼み事をたくさんしてきた。だがこの時されたお願いは、その中でもトップに驚くものだった。婚姻届って取ってくれる？は？婚姻届、役所でもらえるんでしょ？ああ、でも何に使うんだよ。何にって、記名して役所に出すのよ。記名って誰が？私。は？だから私が記名して役所に出すの。結婚するの。え？ちょっと早急に必要だからさ、早くに欲しいんだけど。あ、待て、結婚するって？うん、実は妊娠しちゃって。ええー、
3ヶ月目に入ったの。つわりが始まって外に行けないのよ。妹は俺と違って昔から自由に生きてきた。そのフォローを何かと俺がする羽目になっていたんだが、相手は誰なんだ？というか相手がどうして取りに行けないんだよ。相手は同じ会社の同僚なんだけど、できちゃったことにお母さんが激怒しちゃって。まさか。そのまさか。今は彼も説教されてて家から出れないのよ。だからすぐにでも婚姻届が必要なの。さっさと籍を入れて彼が責任を取れるってことを証明しないと。俺は電話口でため息をついた。母は正義感が強く、その強い正義感を表に出すことを厭わない。いい人間であることは間違いないのだが、感情的で劇場的な人間でもあるのだ。一度気持ちに火がついてしまえば彼女を止めることはできないだろう。状況は分かったけど、俺出張で博多に来てるんだよ。なんとかならない？ここで諦めないのが妹の性格だ。夜になるけど、明日にはそっちに戻れる。そこで記名してくれれば俺が明日中に役所に届けてくるよ。承認は俺がなる。お兄ちゃん大好き。はいはい。お前は少しでも体休めてろ。もう一人の体じゃないんだから。はーい。それじゃあ明日待ってるね。そのおめでとうな。こんな状況だけど私は幸せだから。明るい声で言い切った妹の電話はそこで切れた。俺もおじさんになるのか。そんなことを感慨深く思ったが、のんびりはしていられない。小島先輩に家庭の事情を話しても分かってくれるかどうか。俺は胃の痛みを感じながらも小島先輩のもとへ急いだ。嫌味を言われながら俺は小島先輩を博多観光に送り出し、役所から婚姻届をもらってきた。もしものことを思って2枚。準備はバッチリだ。旅館に到着したのは15時とギリギリだったが、小島先輩と合流して商談先の社長に挨拶をすることに。受付のスタッフに話をするとすぐに社長と呼ばれる人物が姿を現したのだが、俺も小島先輩も相手を見た瞬間に言葉をなくしてしまった。そこに現れたのは誰もが驚くほどの美女だったからだ。二重のアーモンド型の瞳は大きく、まっすぐにこちらを見つめている。美人に見つめられて照れくさいはずなのに、吸い込まれるように彼女から目が離せない。すっと通った鼻筋に陶器のように滑らかな白い肌はキラキラと輝いていた。艶やかな黒髪をまとめた姿はまさに芍薬のように華やかな女性だった。本日はお越しくださいましてありがとうございます。社長の坂本敏子です。お世話になります。まさかこんなにも美人な女性とお話ができるとは。いつもは挨拶でさえ俺に任せる小島先輩が率先して坂本社長に話を始める。こんな美人と話す機会なんてそうないからな。気持ちはわからないでもない。仕事の関係がなければ一生関わることがない相手だろう。早速商談のお話ですが、今夜にでも会食の席を設けさせていただきますね。当旅館は博多のグルメと地酒がメインとなっていますので、そちらも体験していただければ幸いです。これはこれは楽しみな夜になりそうですな。その言い方は良くないんじゃないだろうかと小島先輩の物言いにはハラハラしたが、坂本社長は朗らかに笑っていた。美人なだけでなく性格もいいなんて。部屋に戻ると風呂に入る間もなく商談の用意をし始めたが、思いがけず部屋のドアがノックされる。部屋を訪れたのは小島先輩だった。お疲れ様です。何かトラブルでも？お前、会食の席で坂本社長に酒を勧めろ。はい？彼女を酔わせて商談を OK させようって言ってんだよ。これも営業の仕事だ。自信満々に小島先輩は言っているが、彼女に対する下心は見え見えだ。
酔わせてどうするんだよ。そんなことを思いながらも俺はノーが言えない。わかりました。返事をしながらもどうしたものかと頭を悩ませた。会食が始まってすぐ小島先輩は率先して地酒を飲み始める。これはうまい。あ、坂本社長も一杯どうぞ。ありがとうございます。酒を褒めながら彼女に勧めて飲ませる魂胆なんだろう。小島先輩の手前返事はしたが、俺は坂本社長を酔わせるつもりはなかった。母と妹から女性を大切にする教えを叩き込まれていた俺は、女性に無体を働くなどもってのほかだ。本当に美味しいですね。小島先輩、俺にも一杯。あ、先輩もどうぞどうぞ。あ、なあ。俺が思いついたのは、坂本社長の代わりに俺がお酒を飲んで、なおかつ小島先輩にも飲ませて先に潰してしまおうという作戦だった。商談はできなくなるが、最悪明日資料を渡すことだけはできるだろう。話が違うだろという小島先輩の視線は痛かったが、俺はなんとか彼を酔っ払わすことに成功した。すでに小島先輩は高いびきをかいて寝てしまっている。かくいう俺も布団に直行したくなるほどに酔っ払っていた。申し訳ありません。地酒が美味しすぎて飲みすぎてしまいました。小島先輩は寝てしまいましたし、明日改めてお話をしたいのですが、時間がなければ資料だけでも渡させてください。大丈夫ですよ。あなたが私の代わりにお酒を飲んでくださったことは分かっていましたから。え、内田さんってとっても優しい方なんですね。こんなに優しい人初めてお会いしました。すみません、今なんて言ったんですか。酔ってるからか聞き取れなくて。構いません。お部屋に案内しましょうか。一人で行けるから大丈夫です。それに酔っ払ってる男性に仕事でもそんなことは言うべきじゃありません。まあ真摯な方でもあるんですね。とにかく申し訳ありませんが失礼します。ああ、でも小島先輩は。ここは旅館ですからご心配なさらず、男性スタッフがお部屋までお運びいたします。お手数かけてすみません。俺は回らない頭ながらも坂本社長と話をして部屋に戻ったのだが、翌朝は頭に痛みを抱えながら起きることになった。最悪の状況だと思いながらも慌てて資料の用意をする。ただでさえ昨夜は集大を晒しているのだ。酒の飲みすぎで体調が悪くて商談ができないなど、社会人としては失格だろう。まあ小島先輩は起きてこないだろうが、俺は二日酔いながらも改めて坂本社長にツアーの内容のプレゼンをした。我が社の話は以上となります。これまでの資料はこちらに、あとはこの封筒に入っているのが契約書になるので確認していただければ。わかりました。この話承諾させていただきます。本当ですか。本当に利益が見えたこともありますが、何より内田さんの人柄が気に入りましたから。僕の。はい、私こういった容姿でしょ。正直昨日の夜のようなことたくさんあるんです。え、あなたの先輩の下心はすぐに分かりました。申し訳ありません。だからあなたの誠意がとっても嬉しかったんです。内田さんとだったらきちんと契約が結べそうです。こちらにサインをすればいいんですよね。ありがとうございます。その僕は子供の頃からノーが言えない性格でして、はっきりと先輩にも話をできたらよかったのですが、このようなやり方で話を進めてしまい本当に申し訳なく思っています。坂本社長は穏やかに微笑みながら俺を見ていた。その瞳がどこまでも優しくて、思わず目線をそらしてしまった。だから封筒から契約書を取り出した彼女が驚いていたのを見逃してしまったのだ。この契約書にサインをしてほしいんですよね。はい、お願いします。一度サインをしたら取り消しはできませんが、いいですか。もちろんです。こちらとしても願ったり叶ったりです。わかりました。
別室でサインをしてきますので少しお待ちください。急に圧が強くなった坂本社長を不思議に思いながら、俺はうなずいて彼女の帰りを待っていた。そして坂本社長はすぐに戻ってくると一枚の書類を俺に差し出したのだが、あ、内田さんとだったら。俺は書類を見て驚いてしまった。なぜなら坂本社長がサインしたのは俺が美代子のためにもらってきた婚姻届だったのだから。すみません、部屋に契約書があるはずなのですぐに持ってきます。慌てふためいた俺に坂本社長は思わず笑ったようだった。慌てなくても大丈夫。多分内田さんは体調が優れないのでしょ。お顔が真っ青だもの。いや、これは別の意味で青くなっていると言いますか。もう一泊しない？いやいや、お気遣いには感謝します。でも僕は絶対に帰らなくてはいけなくて。この婚姻届を必要としている方が待っているのかしら。実は僕の妹なんですが、すでに子供ができているようでして。まあ、すぐにでも婚姻届が必要なんです。内田さんは家族思いでもあるんですね。うちは母と妹との3人家族で、だから唯一男である僕が守ってあげたいんです。子供ができたことで守る対象も増えました。羨ましいです。私の両親はすでに他界していて、守ってもらえる人がいなかったから。え、そうだったんですか。でも両親はホテルと旅館を残してくれましたから、それが私にとって愛されている証なんです。ホテルも調べさせていただきましたが、どちらも本当に素敵な場所です。ありがとうございます。でも私もそろそろ新しい家族が欲しいと思っていたんです。こんなことほぼ初対面の私に言われても信じられないかもしれませんが、本当に内田さんとだったらいいと思ったんですよ。私と結婚前提にお付き合いを考えてみてくれませんか。え、私意外とずる賢いところもあるんです。内田さん、ノーが言えない性格なんですよね。ウインクした彼女に俺は何も言うことができなかった。そして初めて自分がノーが言えない性格であることをありがたく思った。ただそれから俺が坂本社長と付き合うことはなかった。ほぼ初対面の女性と付き合うことはドラマなら話は盛り上がるかもしれないが、現実にはありえないだろう。しかし博多と東京間で俺と彼女との交流は続いていた。お互いにポケベルを鳴らし、短い時間だが毎日のように電話でその日に会ったことを話していた。数ヶ月に一度は博多か東京で会うこともあった。そうした交流を続けて1年が過ぎた頃、俺は一つの覚悟を決めていた。お墓参り？ご両親のお墓が博多内にあるって言ってたよね。お盆も近いし行ってみたいんだ。お墓なんてどこも一緒だと思うけれど、でも手を合わせてくれるなら嬉しいわ。すでに夏に入ったかのような晴天の中、2人でとし子の両親のお墓を訪れていた。線香をあげて手を合わせた後、俺は一通の封筒をとし子に渡した。彼女は不思議そうな顔をしていたが、中身を見て驚いたように俺を見る。これ、今度は俺の名前も書いてある。とし子に渡した封筒の中身は婚姻届。あの日契約書と間違えて彼女に渡したものだ。あの時はなかったことにしてしまったが、とし子がサインした婚姻届はずっと持っていた。俺もすでにあの時にはとし子に惹かれていたのだから。俺と結婚前提に付き合ってくれませんか。彼女の目は初めて会った時と同じようにきらめいている。そして今は涙ぐんでもいる。新しい家族がようやく増えるのね。一気に増えると思うよ。それに俺たちだけの家族も新しく増やしたい。俺の言葉にとし子はしっかりとうなずいてくれた。彼女の頬が赤いのは暑さのせいだけじゃないはずだ。
これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様はいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。